あなたはブルガリアのノストラダムスと呼ばれる人物をご存知でしょうか。その人物はババ・バンダとして世界的に知られている有名な預言者です。ババはブルガリア語でおばあちゃんという意味で、彼女はブルガリアの預言者です。その預言の的中率と詳細さから、当時のブルガリア大統領や近隣諸国の首相などがババに信頼し、彼女に助言を求めていたとされています。そんな偉大な盲目の預言者ババには弟子がいました。それがベラ・コチェフスカです。ベラさんは1945年7月に生まれましたが、戦争直後の食糧難の時代であったことから、その翌年に父親が病気で亡くなり、生活に苦しんだ若いベラさんの母親は赤ん坊の彼女を亡き夫の墓の旗に捨てたそうです。幸運にも彼女は通りすがりのジプシーに拾われ、孤児院に預けられたとされます。しかし彼女に降りかかる不幸はそれで終わりではありませんでした。実は彼女は幼い頃にトラックによる事故に巻き込まれました。その後彼女は急いで救急病院に運ばれましたが、約2ヶ月もの間昏睡状態だったそうです。ただ彼女は昏睡状態の間もずっと周囲の人々の動きが見えていたといいます。そして彼女が昏睡から目覚めた時には、人の体が透けて見ることができ、どこに病巣があるか一目見るだけでわかるようになっていたそうです。このような奇跡的な臨死体験をきっかけに、彼女は超能力が芽生えたとされています。ベラさんが体験した臨死体験は実に奇妙なもので、白髪を肩まで伸ばした古代ローマ人のような真っ赤なマントを着込んだ男性に会ったとされています。彼からベラさんは、命の川を一人で渡りなさいと言われ、その命の川では炎が激しく燃え盛り、その炎の中では666と999という数字が燃えていたそうです。彼女は恐怖を感じていたようですが、勇気を出して髪の毛のように細い糸の上を歩いて川を渡り切ったそうです。すると向こう側に彼女の亡くなった父親が立っているのが見えたそうです。ベラさんは嬉しくなり、お父さんと呼びかけかけ寄ろうとしましたが、体が全く動かなかったそうです。手を伸ばそうとしても手がどうしても動かず、彼女が悲しみにふけり泣きじゃくっていると天から声が聞こえてきたそうです。娘よ、泣かないで。あなたはこれから青い目で人々を見つめ、涙を拭ってやり、苦しむ人を助けるのですよと、その後彼女は天使に導かれて地上に戻ってきたとされています。その時以降、ベラさんは人や土地を見ると、その過去未来が見えるようになり、人々の病気の原因などがわかるようになったそうです。またそれまでベラさんの目は茶色だったものが、その臨死体験以降青色に変わったといいます。母の顔を知らなかったベラさんは、ババを身の母親のようにしたい、電話でよく連絡を取り合い、ババは自らの部屋に入ることを許した唯一の弟子とされています。また彼女は幼少期の頃からソビエト政府による超能力や心霊現象に関する研究と、その応用を目指すプログラムに参加していたとされています。このプログラムでは、超能力を持つと見込まれる個人を特定し、彼らに特別な教育や訓練を提供することが試みられたと言われています。具体的なプログラムの詳細については明確な情報はありませんが、報道によれば集中力や直感力の向上、瞑想やトランス状態の習得、心理学やパラ心理学の学習、実践的な実験やテストなどがプログラムの一環として行われた可能性があります。ベラさんはその中でも抜群の成績を収めていたとされています。そしてソ連政府が出した答えは、この世界で彼女に匹敵する超能力者は存在しないというものだったのです。彼女は過去未来を透視する能力を持つだけでなく、不治の病を治す能力まで持っていたとされています。脳腫瘍の患者を10日で治したり、小児麻痺の子供を即座に歩かせたりする奇跡的な力を持っていたベラさんは、2006年にベラさんはブルガリア政府から名誉勲章を授与されています。政府の高官も難題が生じた時はしばしばベラさんから国政上のアドバイスをもらっていたとされています。日本との深い関わり、ベラさんが日本に来日したのは1992年11月29日のことで、彼女が47歳の時に日本のテレビ番組に出演した時でした。その際にテレビの司会者がベラさんの持つ不治の病を治す偉大な力について、その力はどこから生まれてくるのですか、我々の前で見せていただくことは可能ですかと尋ねました。ベラさんは司会者に対して、この力はマリア様からいただいたものですと、その力を具現化するために部屋を暗くするように番組にオーダーしました。彼女が意識を集中させると、口
口からドライアイスの気体のような青白いものが吐き出され、半透明の白ヘビのようにくねったものが口から抜け出て間もなく消えていきました。この現象は日本ではあまり馴染みのない現象ですが、欧米ではエクトプラズムと呼ばれる霊体や幽霊が物質的な形態を取る現象として認知されることがあります。この現象は霊的な存在が身体から物質的な物質を放出し、それがエクトプラズムとして可視化され、メラさんのような霊媒メディウムと呼ばれる人々から放出されるとされています。メディウムは霊的な存在や亡くなった人々とのコミュニケーションを取る能力を持っているとされ、その能力を通じてエクトプラズムが現れることがあります。エクトプラズムの具体的な姿や性質は報告や信念によって異なる場合があります。一般的には白い霧や煙、光、または霊的な存在の形状を取ったものとされています。エクトプラズムは霊的な存在が物質的な存在として現れるため、触れることができる場合もあるとされますが、その物質性は一時的で不安定であるとされています。ベラさん自身はこの青白い発光体をプラーナと名付け治療の元素と説明しました。さらに彼女はこのプラーナについて体力を消耗するので1日に2回以上は出せないと説明しました。なんと一度プラーナを出すと1日に治療可能な40人分の治癒エネルギーがなくなってしまうのです。なんとこのプラーナ1回分で40人を治療することができるそうです。ベラさんはこの不思議な能力についてはこのように説明しています。残念ながらこの能力は訓練して身につくものでもなく、人に伝授することもできません。息をふっと吹いて治す力もマリア様からいただいています。マリア様を念じると不思議な気体が湧き出て、依頼者の肩の痛みが消えたり、歩けない人が歩けるようになったりしたのです。ですから家の壁にはマリア様のイコンを飾っていますよ。私にできることは人間の心身のバランスの乱れを治すこと、相手の体の中に静かに入り、本人の持っている自然治癒力を高めて患部を治し、また静かに出ていくのですよ。富士山が日本だけでなく世界的に聖なる山の理由。さらにベラさんは番組スタッフと富士山を新幹線で通過した際に富士山について非常に興味深い発言を残したとされています。この山は世界中の神々を支える背骨みたいなものです。そもそも日本の国土全体が特別な磁場を持つ聖地なのですが、その中でも富士はへそのような役割を果たしています。ベラさんが言うにはものすごい宇宙のエネルギーが富士山に降り注ぎ、それが地下で二分され皇居と伊勢に流れているそうです。彼女には富士山の上に神の化身が浮かんでいるのが見えるそうです。さらに日本列島の周辺は何か霊的なバリアーのようなものがあって、それにすっぽり覆われているとされます。ベラさんは太古の昔この富士山麓に高度な文明があったといいます。わらや足で編んだ着物を身にまとい、独特の文字を使用し上手に焼き物をこしらえていました。頂上には神の化身が住み、麓には高度の文明があったというのである。さらにその際突如としてインスピレーションが降りてきたベラさんがペンを握り走り書きしたものは、漢字に置き換わる以前に使われていたといわれる神代文字のように見えたといいます。ベラさんは富士王朝とでも呼ぶべき存在についてこのように語りました。紀元前3000年頃、小人たちが高い知性を持ち富士山麓で栄えていました。小人たちはその後富士山の噴火と異常気象で伊勢の方に移住しましたが、その子孫たちは西側から渡ってきた部族と混血して次の文明を作っていったのです。伊勢神宮で祀られている唯一神ベラさんは日本ととても関わりが深く、彼女は自分自身が前世で日本の神道の巫女だと言います。さらにベラさんは来日する10年以上も前に日本の伊勢神宮に関するビジョンを見続けていて、日本に行ったら必ず伊勢神宮に参拝に行くことも分かっていたそうです。そして彼女は伊勢神宮について次のように語りました。伊勢のような聖地は谷はありません。ここには世界中の人々が祈りに来なければいけないのです。自分の精神と地球のエコロジーのために、そして世界の平和のために祈るのです。さらにベラさんは次のように語りました。日本は地球のへそのようなもの、宇宙からのエネルギーを一番ストレートに受ける特別な聖地なのです。実はイエスもブッダもモーゼもマホメットも日本に来たことがあるのです。深い瞑想により日本に霊魂として訪れて、この地に住む神霊と交わり多くのことを学び悟ったのです。富士山を中心に日本は世界のへそのような役割を果たしているとのことです。そして実際に来日したベラさんが伊勢神宮に参拝に行った際に
驚くべき行動に出ました。通常は外宮に行き内宮に行くのが伊勢神宮の参拝の仕方なのですが、彼女はその場で内宮には行かず、そのまま走り出したか思うと外宮の中の鏡屋という場所に行き、そこで急に涙を流したと言われています。なんと彼女は神に導かれたといい、そこで彼女が言った言葉が驚くべきものでした。ここは唯一神ヤハウェが祀られる大変な聖地です。世界中の人々がここに来て祈りを捧げなければなりません。さらに彼女は古代イスラエル人が日本に訪れていたとも番組中に述べました。しかしその時ベラさんは思わず口が滑ってしまったような表情をしたとも伝えられています。伊勢神宮で参拝を終えたベラさんは、世界の宗教が統合される日は必ず来る、その時に中心的な役割を果たすのが日本なのです、自分は何も知らないけれども神がそう教えてくれるのです、伊勢に参拝してそのことがよくわかりましたとも語りました。日本人への警告。日本は高次元の神霊がたくさん増します国です。日本は世界の人の精神を結びつけるようとなる場所に位置しています。日本の他に地球上に9箇所の重要な場所がありますが、日本の位置は精神エネルギーの波長を整える役割を持った最も重要なパワースポットなのです。しかし悲しいことに現代は日本人の心が滅びゆく時代です。伝統的な精神性が消えようとしています。またベラさんは次のようにも語りました。日本人の心が現世的な欲得に傾き、伊勢神宮はじめ偉大な神仙たちの住む聖地を無視したり祖先霊を軽視したりするようになると、日本の霊的エネルギーが滞り、それに伴い地球全体の霊力も低下してしまうと注意しました。それはやがては地球の将来のみならず太陽系や銀河系などの全体に影響を及ぼしてしまうようになりかねないとベラさんは警告しました。つまりベラさんは日本人に対して、日本は精神科医の王者として立ち上がれと奮起を促しているのかもしれません。またベラさんは人類は救われる方法に関してこのように答えています。一人一人が心を浄化し、言葉を整え、行動を改めることです。状況を変えることができなくても自分を変えることはできます。それ以外に道はありません。確かに状況や人を変えるのは難しいかもしれませんが、自分自身を変化させることなら割と簡単にできそうですね。そんな彼女は2011年に亡くなったとされていますが、その精神性は日本人をはじめとし、世界中の多くの救いを求める人に影響を与えることでしょう。